石川瑞希です。今回はストレートヘアの外羽の巻き方の紹介をしたいと思います。今は全体的にもうストレートアイロンでストレートかけているんですけど、ここからこちらの 32mm のコテを使って巻いていこうと思います。メイクジーナのコテなんですけど、 32mm のコテでやっていきます。まずはこちらでいつも通り髪の毛を分けていきます。はい、こんな感じで分けたら、まずは下の方からやっていくんですけど、もう外にこう巻くだけなので、こうしっかり量は取っちゃっても大丈夫です。これをこんな感じで外に巻きます。そして残りも挟んで外に、です。そして反対側も同じようにやっていくんですけど、最初にストレートアイロンをかけたのはここにもうツヤがそうすると出るので、コテで滑らせなくてもツヤがあるまま、こうやって毛先を巻くだけでいいっていうのが最初にストレートアイロンをかけているいいポイントかなと思います。そしたら上の決めてる方の毛も同じようにやっていきます。そしたら上の方の余った半分の毛をもう一度こういう感じで外に巻いていくんですけど、私下の毛の方はもうバツ切りでまっすぐ切ってるんですけど、表面とか顔周りの毛は少しついているので、こういう感じで長さが変わってきたりしているので、ここは細かく取りながら調整してやっていきます。で顔周りはこんな感じで細めに切って、外にこういうふわっとした毛を作ります。ここら辺もこんぐらい取って滑らしながらふわっと外に向かって、そうするとここら辺に空気が入った感じになってふわっとした感じの印象に仕上がります。でこんな感じで全体的に外羽に仕上がったら、あとは気になるところを表面に取りながら微調整をしていきます。ただ反対側も同じようにやっていきます。はい、こんな感じで全体的に外羽になったんですけど、これだけだと少し広がりが気になったりとかそういうのがあるので、私は最後の仕上げとしてこちらのオイルとこちらのヘアクリームを使って髪の毛をセットしていきます。ヘアクリームの方はこちらのティートスヘアモイストバターを使っていきます。オイルの方はこちらのオリオセタオイルトリートメントを使っていきます。こちらとこちらを混ぜて使っていくんですけど、混ぜることによってオイルのツヤがプラスされてツヤっぽい仕上がりになります。クリームの方はこれくらい取って、これにオイルをプッシュちょっとくらいで、これを混ぜて使います。で手の全体になじませたら、毛先の方を中心になじませながらつけていきます。この辺の顔周りは少しふわっとした感じに仕上げたいので、こう流しながらつけていきます。そして毛先はしっかりとまとめたいので、もう手で押さえながらまとめていきます。こんな感じでこちら側が終わりました。でこちら側も同じようにやっていきます。はい、こちら側とこちら側が仕上がったんですけど、最後に少し手に残ったクリームを前髪の方にも少しだけ塗っていきます。までというよりか表面部分だけ少しついてるくらいで大丈夫かなと思います。で完成です。こんな感じで仕上がったんですけど、もうすごく簡単で時間もかからないし、もうちょっと外跳ねするだけでも雰囲気が出るっていうのと、オイルとクリームをつけることによってニュアンスも出るので、なんかこういう取れやすいよって方は、ここら辺とかは少しスプレーとかを振ってもうちょっと空気とかを入れてあげるのもいいのかなと思います。
皆さんもやってみてください。では西川美月でした。